ごきげんよう、リオルスです。それでは、本日もときめきメモリアルガーズサイドセカンドキスやっていきましょうということで、いきなりデートですね。服装変えていかなきゃ、どうしよう。とりあえずトップで、トップ変えるだけでいいかと。そうか、ジャンルが変わるのか。そうすると、じゃあこれセクシーだよな、このジャケット。確かに結局セクシーでいくか結局サテンスカートはまだ、使ったことなかったからこれでいこう。まあ、少しずつでも変えていかないとな。いくらこの間のと同じだねとは言われないとはいえ、2着をずっと交互に着回すのもさすがにな。これでいこう。待ち合わせ遅れちゃった。まあナンパシーが来ないからいいのかごめんね、待った。そんな急がんでーって。はいはい、あ、なんだっけあのセリフ覚えとこうと思って言ったけど忘れちゃった。君のために、あ、違う、僕のために走る君も美しいじゃない、なんだっけ。あ、僕だけの走る可愛い君を見れる、あ、その言い回しなかなか難しいな、その言い回し。遅れるときは連絡してやる。はい、そしたらどないしたんやろ。はい、ごめんなさい。少しだけヘルシー。そうだよね、どっかでナンパしに引っかかってるかもしれないからね。ごめんね。なあ、それ、あ、セクシーですね。はい、なかなかイケてるんじゃ。はい、ありがとうございます。まあ、確かに今思えばまあまあな感想だよなイケてるんちゃうぐらいだからね。これがなんだっけ、あのスポーティーで来るとわーわーが来るからね。どっか行きたいとこある、どっか行きたいとこあるって言ってもオルカ見たよな。で、水槽ジンベエザメも見たよな。もうこれしかないじゃん、水族館水族館に来て水族館に入ろうよって、なんか不思議な、感覚だけど。クラゲ見ようぜ。そうやな、クラゲ癒されようぜ。のんびり水中散歩気分、味わおう。あとマンタ見よう、マンタ、でっかいマンタ見よう。あ、大きい水槽に魚が行さん、魚が行さん、お刺身天国は綺麗な魚だよ。まるで竜宮城だね。いや、まるで竜宮城だね。え、な、何その冷めた表情。何のルート？なんで竜宮城知らんとか、それは分からんよ。これは引っ掛けすぎる。なんで、しかも印象悪くなっちゃうの。いや、説明してあげればいいだけじゃない話したりひんって絶対最後に言ってくるから、竜宮城についてのイロハを話してあげればバッチリ好印象になるじゃん。なんでやねん付き合わせて悪いことしてるんだな。あっちが謝ってるし、そんなことは、ほんまごめんな。 あれか竜宮城知らなくてごめんなってことかほら、話したりひん来たじゃん。なあ、時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん。竜宮城について話し合おうぜ。大丈夫だよ。やった、ほんなら行こうか。竜宮城というのはな、浦島太郎というな、お話があってなそれはそれは美しいな、宮殿があってな。ねえ、くーちゃん。趣味について、好きな食べ物、恋愛について聞く。この間クロスカウンター食らったからな、ストレートに行ってストレート返してきたからな。まあ、今回も殴り合おうぜ。恋愛論で殴り合おうぜ。くーちゃんはどんな恋愛がしたいに？ラブラブなんがしたい。は、そうですねまあみんなそうでしょうね。まああれか、ベタベタするような感じのラブラブなのかな、これは。どうなんだろう。ラブラブじゃない恋愛って、ね、サバサバした恋愛どうな、クールな恋愛、爽やかな恋愛、どうなんだ、ラブラブ。いや、でもどんな感じであれラブラブだよな。具体的には、そんなんよう言わんわ。言わんわ。恥ずかしい乙女かごめんなさい。はい。そうやな。愛の逃避行とかしたな。愛の逃避行。愛の逃避行。あ、でも
でもクリス君はありえるのか。うん。愛のみに生きる二人。うん。美しいと思わへん。そうだよな、クリス君は家の関係上ありうるんだよな、それ。うん。いやでもお父ちゃんの会社捨ててって相当ハードル高いけどな。うん。あまり現実的ではないかな。いやありうるから、ありうるから、この子に関してはありうるから。うん、現実的やないから。そうか、綺麗に思えるんかな。そうかな、綺麗か。愛だけやったら、うん、生きていかれへんもんな。あ、そうですね。そうですね。なんか急にずっしりくる言葉出してきたな、この子。愛だけやったら生きていかれへんもん。そうなんだよな。何これ、高校生のセリフですか。ロマンチックなんだか現実的なんだか。いや、すごいヘビーブロー来たな。すごいボディーブロー来たな、今回は。ありがとう、うちまで送ってくれて。どういたしまして。はい、おやすみ。ほんならまたな。はい、くーちゃんに送ってもらっちゃった。なんかデートは大失敗だったけど、なんか、うん、面白かったよ、話的には。さて、あー、休みたいけど、そっか、文化祭の準備をしなきゃいけないんだよな。今年はちょっとフルに参加しよう、文化祭準備。頑張ろう。倒れるなよ、絶対に倒れるなよ。あ、芸術上がる、ありがてえ。あ、芸術上がる、ありがてえ。もっと上がって。なんで今リッチ度上がった？な、メール？着物か。いつもご来店ありがとうございます。2008年新作着物フェアのお知らせです。着物でセレブなひとときや演出してみませんか。着物もまあ買ってもいいんだけどさ、リッチ度も全然あるし。ただもう買いに行く日曜日がないんだよ。わかるか、買いに行く日曜日がない。うん、すごいパワーワードの気がするが、最新ニュース。ああ、そうか、紅葉、違う。あ、スキーか。とうとうスキーができる。秋には紅葉、冬にはスキーとシーズンによって、顔を変える羽ばたき山は、町中では味わえない自然をフルに体感することができます。また、自然だけではなく、たくさんの人たちが遊びに来る遊園地は、家族連れからカップルまで幅広く人気があります。あ、特に新作があるわけじゃないんだ。新作ないか。大いなる愛。第一次世界大戦フランス、ある家に一通の手紙が届く。それはその家の主人の戦死報告であった。戦場を駆け抜けた男とそれを待ち続けた女の感動の物語。あー、くーちゃん好きかな、こういうの。うん、愛の逃避行。逃避行ではないけど、うん、壮大な愛の物語好きなんじゃないか。あ、で、ビジュアル系バンドね。ほんと、ハリーはわかりやすいな。うん、で、誰にも連れてきてよくわからない、うん、山手線。誰なんだ、誰を連れていけばいいんだ、これ。何気に芝くんが大爆笑してくれたりするのか、こういうの。わからんなぁ。わからん。ランブル坊主がまたあるな。姫ちゃん、助けて。皆さんごきげんよう。ロマンスの秋、いかがお過ごしかしら。読書をしたり物思いにふけるのも素敵よね。これも読んだことあるな。ミニスカート、パープルなミニスカート。あ、持ってない、パープルなミニスカートと指。あ、両方持ってる、両方持ってる。いけるいけるいける。でも日曜日も文化祭準備した方がいいのかな。行こう。仕方ない、今回は行こう。頑張ろう、文化祭まで頑張ろう。文化祭が終わるまでは頑張ろう。文化祭が終わったら即デート。もう流行変わっちゃうかな。あ、芝くんだ。芝くんは名前変えらんないんだよな。芝。芝。いや、最近芝くんいろいろ振られてるから、ちゃんと行こう。うん、芝くんで行こう。普通に行こう。一緒に帰ろう。一番難易度の低い選択肢でお願いします。なんだ？よかったら一緒に帰ってください。お願いします。この通りです。お願いします。俺と？あ、よかった。いい感じだよね、これは。うん。どうかな？どっちでも。どっちでも。ちょっと顔は嫌そうだけどな。よかった、それじゃあ行こう。だが芝君にはパープルのスカートを見せてやんなきゃダメだな、これは。そういえばもうすぐ文化祭だね、準備はどう？クラス全員が一丸となって取り組んでるから。笑顔になった。うん、3年目が一番面白いとは聞いてたけど。あ、そうなの。確かに楽しい。へえ、芝君は結局クラス、いい思い出になるかもな。うん、結局部活には入んなかったのかな。
最近小学生に話聞いてないからわからんけど、というようなことを話して下校した。うん、よかったよかった。さあ準備いっぱいしたぞ。今回はどうなんだ、今年は、今日は文化祭、私たち美術場油彩展示、準備急がなきゃ。あ、チヨミンだそうですね、そうでしたね、はい、チヨミンは絶対来るよね。あ、徳川さん、うん、こんにちは。こんにちは。今年こそゆっくりと。無理無理、絶対無理。あ、それは入り口に運んでって言ったのにごめんなさい、また後で。かわいいな、チヨミン。うん、また後でな。ひょっとして忙しいのが好きなのかなあ、それはあるな、それはある。お芝居だよ、お芝居が始まるよほんとこの先生も面白いな。この先生のストーリーも見てみたいな。うん、なんか結局みんな見てみたい。若様、あ、もしかして学年演劇の。お客さん集めですお芝居が始まるよ。一番楽しんでるかもしれないな、この先生。若様、お客集めがすっかり板についたみたいですね。そうなんです、そうなんです。最近先生よりこっちの方が向いてるような気がしてきましたええー、踊ろうぜ若様楽しそうですね。楽しいよお芝居だよ。すごいな。若様先生、来た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 、ホイホイ来た。本当だ、お芝居が始まるよ先生、先生は出演するんですか。先生出ないんじゃないの。それは秘密だよ。秘密なのか。うまいな。あ、うまいな。なるほど。見に行きます。あ、うまい。ほんと才能あるわ。若様、生徒より楽しそう。あ、ソイキ君の、お、久しぶり。今年も女子に追いかけられてるのかな。徳川。はい。あっちから声が降りてきた。どうしたの？ソイキ君、今年はどう？ファンの皆さんは。お前な。今年は大丈夫。ほう、ちょっと作戦がある。ほうほう、作戦？佐伯、針を使ったのか。てめえ、こんなとこでサボってやるか。あ、針、リオロス なんですか。悪い、うん、今行くとこ。あ、今年は一緒に何かやってるの。ああ、バンドの裏方手伝ってるんだ。あー、なるほどね。なんかに参加してると。あー、はい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 、なるほど、それが作戦か。なるほどね。いや別にもうってことだから、テル君も参加しちゃっていいんじゃないの、バンドに。うん、ほら絶対いけるでしょ。さっさと来い。いちいち偉そうなんだよ、アリアは。あ、お前ほどじゃねえよ。そうか、ハリーって呼べ。そうだよね、テル君もハリアって呼んでるんだって。今言おうとしたらハリーって呼べってやっぱ突っ込まれてた。やだやだ。サイ君、今年は結構楽しそうだな。さあどうなってる美術部は。作品の発表まであと少し、ドキドキするな。お客さん減らない。減らない？え、減らない？美術部って逆に呼ぶの苦労しそうな気がするけど。え？減ってほしいの？だって君の作品見て、うん、これ書いたの誰や？あの子です。まあ、なんて可愛い子なんや何それ。なんてことになったら。いや、それはないな、見たことないなそんな展開にはならんと思うが。うん、あはは、考えすぎだよ。あ、ほら、そろそろだよ。自覚なさすぎや。いや、君は私に惚れすぎだわすごいな、すごいパワーだな。うん、何これ。え、何これ。あ、僕がボタン押すの。あはははは、姫ちゃんじゃん今完全に姫ちゃんじゃん今の。へへ、ありがとう。これやったら姫子ちゃんだよね、だよね、姫ちゃんだよね。今の今すごいタイミングで飛んじゃったけど、やった、クーちゃんに褒められたよいいんだ。あ、やっぱり全部参加したからかな。お疲れ様、今回はリオロスちゃん美術部大好評やったな、展示。あ、よかった、ありがとう。そうだね、頑張った甲斐があったよ。君の書いた姫子ちゃんパワーのおかげやか。姫子ちゃんパワー
めっちゃ気合い入ってたし。そういえば姫香ちゃんとは最近会えてないんだよな。たまに会いたいんだけどな。へへ、ありがとう。こっちこそありがとう。うん、思い出になったわ。ありがとう。ほんまにありがとう。なになにその最後にすごい、うん、あの感情込めて言うのびっくりするからやめて。ちょっとちょっとドキッとくるからやめてください。はい、姫ちゃんに会いたいな。なんだっけ、デイジーか。そう、私のデイジーとかデイジー呼ばれたいな、久しぶりに。あれ、携帯だ。誰か、え、何何、もしもし、小野田ですけど。またグイグイ来るこの子は。あの、僕のサンデーを潰さないでください。今塾の帰りなんです。え、塾の帰り、うん、もしよければ、あ、これから会えないかと思いまして。日曜日を潰れるわけじゃないんだ。おー、いいよいいよ。何何、よかった。ではお待ちしてます。はい、アミューズメントパークの前です。またかよそっちか。また UFO キャッチャーかい。突然ごめんなさい。はいはい、いいっすよいいっすよ。日曜日潰さないんだったらいいですよ。取れたすごい、やっぱりクレーンゲームの天才ですね。すごいな、リオロさん。気配りが高いとあれかな、手も器用なのかな。そんなことないよ。でもよかったね。嬉しいです。嬉しいでしゅう。どうしてもこの子連れて帰りたかったんです。はい、この子あれか、ゲーセンで運命の出会いするたびに僕を呼び出すのか。もっとクレーンゲームが上手くなるように練習しなくてもダメですね。そうだね。そっちで頼むわ。さすがにそのたびに呼ばれるのもきついわ。また呼び出してしまってごめんなさい。いいえいいえ、いいよいいよ。うん、気にしないでよ。ありがとう。親友だろ。私ついあなたに甘えちゃって。おお、かわいいね。また誘ってもいいですか。いいよ。たまにならいいぜ。嬉しいです、うん、あなたも遠慮なく私に言ってくださいね。それできたらそのコマンドしたいんだけど。あなたの役に立ちたいから。おお、なんだろう。もう付き合っちゃおうぜ。徳川さん、千代民と付き合っちゃおうぜ。これもらってくれませんか。お、またなんかくれた。これ学力アップ。あ、助かる。部屋に置くタイプのものなんです。もう記憶力を活性化する乾燥ハーブが詰めてあります。もう多分1年ぐらい勉強してないような気がするから助かるわ。頭がすっきりしますよ。やったぜ。よかったら机に置いてみてください。ありがとう、千代民。受け取る。ありがとう、大切にするね。環境を整えると勉強もはかどりますよ。うん、窓開けたりな。観葉植物置いたりな。うん、そうだね、頑張ろうと。あ、話しかけるサボテン買うか。お互いに頑張りましょう、うん、はい。アップリンちゃん、ダイヤもらった。なんだか頭が冴えてきたみたいだぜ。今日はありがとうございました。はい、おかげでうちの子たちに素敵な仲間ができました。何人いるんだろうね。君んちには何人友達がいるんだろうね。私の保護さん、ありがとう。またね、チヨミン。学力アップしたって言われても元の学力を覚えてない。でも88なら相当上がったんじゃないか。もう運動は気にしない。運動はもう気にしない。道理でもなあれ。じゃあ部活も終わったし、ひそか。ひそか。遊ぼうぜ。だから。皆さん、聞いてください。日曜日はやめてくれ。先生。来週の日曜、課外授業をしようと思う、はい、暇な人はできるだけ参加しよう。はい。先生一人で行くのは寂しいです。すまん、先生。一人で行ってきてくれ。どうしようかな。一人で行ってきてくれ。あれ、皆さん忙しいですか。はい、忙しいです。忙しいか忙しくないかで言われたらすごく忙しいです。うーん、行った方が良かったかな。いや、仕方ない。一対一で誘われたら行くよ。うん、さすがにな。うん、全体相手に言われたらさすがにな。本当ひそか何も起こんないな。リオロスちゃん、はい、ちょっとええかな。え、ひょっとして結局日曜日潰れる感じ。クーちゃん、どうしたの。あんな、うん、君今度の日曜日の予定ってどの。俺のサンデーはどこ行った。毎日がサンデー、え、違う、なんだっけ。毎日がエブリデイ。空いてたらでええねんけど。毎日がどっか遊びに行かへん。はい、行きます。そしたらさすがに行きます。え、僕ん家に招待したいねんけど。ほ、どない、新たなデートスポット。いや、あれ、それってあれですか、お父さんとお母さんに挨拶するあれですか。まあまあぜひ、はい、よかった。ありがとう。え、え、
すごい選べないデートスポット来たぞ。じゃあ今度日曜日自宅前で待って現地集合現地集合だろ。うん、今からめっちゃそれめっちゃ緊張するんだけど、このあの押しかける方としてはちょっとやそっとじゃあ忘れられへん一日にしよう。おいお前何するつもりや、お前おい、これ家行ったら今日家族出かけて僕たちだけなんよとか言い出さないだろうな。おいお父さん許しませんよそれお父さん許しませんよ。で密かに報告しなきゃ。ああ今報告してくれたかな、密かに。ちょっと待って、今何月だった。もう冬か。しまった、何月か見てなかった。いやまだ11月だろうきっと。そう信じるぞ。もう流行変わったよな、さすがに。グリーン、あ、違う、パープルのミニスカートと指輪でいいんだよね、姫ちゃん占い。いやもう絶対占い期限切れしてるよな。いやもういいだろ一応行ってみよう。どれか一つは残ってるかもしんない。クーちゃんまだ来てねみたい。それおかしいだろそれおかしいだろ。クーちゃん家の前だろこれ。クーちゃんまだ来てないみたい。ごめんな、待ちくだ。あ、ひょっとして僕ん家の前、これ僕ん家の前か。これリオロスさん家の前で待ち合わせだったのか。自宅前って。まだ時間前だよ、大丈夫。僕だけを待つ君の笑顔とその後の笑顔を見るも正直嫌いやない。もう君何でもいいだろ君何でもいいだろリオロスさんが何をしても君もう喜ぶレベルまで行ってるだろそれ。でもやっぱりよろしくないわ反省。はい、なそれ。はい、この服、うんうん、姫ちゃんの流行りだよ。なかなか多分喜んでくれたみたい、気に入ってくれたみたい。いらっしゃいませ。これ自宅なんですか。こんにちは。マンションか。マンションだよな、まさかこれが自宅のエントランスとか言わないよな。こんにちは、案内係のクリスです。はい、どうぞ。吉奈に。はい、ささこちらへどうぞ。はい、ありがとう。あ、ちゃんと菓子折り用意した。そしたら、あ、好きなとこに座ってや。これはリビングなんですか、それとも自室ですかねいやリビングにしてもでかいぞ。そして窓がでかいぞ。素敵なお部屋だね。男の子の部屋って感じだね男の子の部屋っていう感じでもないよな。うん、ないよな。なんというか個性的な部屋だね。個性的の方が喜ぶんじゃないかな。どうだろう。素敵はまあ、素敵は素敵でまあまあだよな多分。でも変に攻めていつも失敗するんだけど、まあさすがに個性的でいいよな。おい、そうやろうか。なんで困った顔するの。シンプルやから。ああ。僕としてはもっと改造したいから。また失敗ですか。なんで。もう印象悪い選択肢を選ばしたら僕の身に出る人はいないぞ逆にすごいぞ。神業じゃないかこれ。今日は疲れとった。疲れてません。付き合わせて。いや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 、すごいな。逆にすごいだろこれは。ある種の才能を持ってるぞ僕は。そんなことは。ええね、ほんまごめんな。素敵な部屋でよかったのかな。ほんなら家まで送ってくわ。はい、君一人じゃ返せへんし。はい。ああ、ここはおかわりないんだ、さすがに。ありがとう、うちまで送ってくれて。どういたしまして。せっかく部屋まで行ったのに、なんかすごい、すごいがっかりな結果で終わってしまった。いやー、もう、リオロスさんのバカ。私のバカ。もう、密かに報告しよう。失敗しましたって。あ、ストレスやばい、ストレスやばい、やばい。ひそかと会ってたらストレスやばいって。だからやばいんだって。あ、そういえばもうすぐ芝くんの誕生日買いに行きます。買いに行かなくっちゃ。何を買おうかな。メッシュアンダーシャツ、バランスボールミニ、美白なんで芝くんの選択肢に美白クリームがあるんですか。これ誰が欲しがるんだこれ。美白バランスボールミニ、
ミニって意味あんの、バランスボールって。むしろ座りづらくない？まあメッシュアンダーシャツで、はい、絶対持ってると思うけど絶対持ってるだろう、メッシュアンダーシャツ。やばい、ストレスやばい。千葉くん、なんだこれ、誕生日プレゼントなの。はい、へえ、開けていいか。はい、どうぞ。多分3、4枚持ってると思うけど。俺の欲しいもの。本当？よくわかったな。あ、まあ消去法で消去法でこれしかなかったんで、はい、わかりました。ありがとう。はい。大切にする。はい、よかったぜ。やったー、すごく喜んでもらえてみて、ああすごく喜んでもらえたなら嬉しいです。翔太くんだ。ひそかさんが来ないよ。一緒に帰ろうぜ、翔太くん。徳川先輩。はい。どうしたの？もうそう、後ろ姿あの女の子にしか見えないんだけど、君。うん、OK だよ。OK だよ。上から来た。よかった。それじゃ行こう。OK だよ。翔太くんと楽しく下校した。あー楽しかった。ひそか来ませんね。はい、といったところで本日は、お時間ですね。ありがとうございました。いやー、もう選択肢がもうほんとやだ。もう何を選ばせてももう悪い印象を与えてしまう、困ったもんです。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼します。ごきげんよう。チャオ。